これが一番古い友禅の巣垣友禅のやり方ですね。全然下絵もなしで先生の頭のイメージをそのまま写し取ってありますね。これが一般の言う本友禅。色を塗るために防波堤を作る。ここにもち米の糊を入れて糊を作る。はい、糊置きです。私のお友達が糊置きずっと仕事してはったから。金沢ですか？え？京都ですか？京都です。